3連覇をかけての今日のゲームです。今レッツのキックオフでゲームが始まりました。少しこう時間を取ってというところですね。小笠原流して、これでシュートだ。オフサイドです。オフサイド、オフサイド、押し込んだがオフサイド、得点にはなりません。いや流れが悪い中でもセットプレー一発、これがまあ鹿島の強さです。流して、はい、確かにオフサイドですね、はい、これトゥーリオが触ってればまた状況違ったかも分かりませんけど、いやしかしオリベイラ監督の、ここで最後は中田浩二というところでしたが、はい、オフサイド、はい、確かにオフサイドです、はい、そのあたりはしたたかに計算していると思いますね。そこまで見てると考えられますか、はい、いや小笠原は全く無理してないです、今はそういう時間なんだってことを割り切っていると思いますね。マルキネス入れ替わって中トロギー、その後ろシュートだ、野沢こぼれて落ち着いてクリアしようとする山田信久。さあ鹿島に一つシュートが生まれて、野沢のシュート、ロングシュート、こぼれて、こぼれて、マルキーニョスだ。右上隅から狙っていきましたが浮きました。まあこの1分の間に3本のシュート打ってきましたから、これがやはりこの畳みかける、この勝負どころを逃さないのがこの鹿島の見事さなんですよね、はい、治療を受けていたマルキーニョスがもうすぐ全力で走って、はい、ここで入れ替わってちょっと裏のミスを見逃さない、はい、このしたたかなところですね、これが鹿島の本当のすごさなんですよね。インサイドキックで丁寧にコースを狙っていった野沢、シュート数本打って流れができてきたアントラーズ、近いサイドヘッドポストシュートだ、抜いた、決定的な形を作ってきた鹿島アントラーズ。ああこの 3,4 分の間にシュート一気に5本ですよ、ここのポスト、これが鹿島の強さ、跳ね返り、はい、中田浩二は最後は右足でした。ここはコオロギのスピードが行きましたけども、これ野沢ですかね最後よく。さあレッツにいい流れが出てきた、しかしレッツとしても鹿島のカウンターには注意が必要です。鹿島はカウンターを狙う、素晴らしい展開ね。ここを縦断するサイドチェンジのボール、野沢だ、いいボールだ、小笠原出てきた、ガレンタンがシュートだ、左外れた、この決定的な鹿島アントラーズのチャンス、はい、まあ、この辺も雨の影響もちょっとあったと思いますね。一気にカウンターに行って野沢から、そして長い距離を飛び出してきた小笠原、いやこのマルキーニョスのサイドチェンジの距離、そしてここ出てく小笠原の走力、はい、完璧にディフェンスラインの裏崩してますよ。興梠、はい、も坪井の動きを釣る動きも見せて、最後シュートだけというところでしたが、はい、ここはちょっとボールがスリッピーだった分収まらなかったというところ、そして山岸のこの、はい、2歩前に出たポジション好きないですね。ほう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 、はい、こういう攻防ですよ。しかしこれだけ白いユニフォームがいるとなかなか突破していくのも難しいコースではありますが、さあちょっとボールが回り始めてリズムが出てきました鹿島、そして内田にもスペースがある、逆サイド入ってくる、コルギ入ってくる、コルギヘッド、素晴らしい、均衡を破った鹿島アントラーズ、興梠のゴールで1対0。難しい試合の流れ、それを押し戻して徐々に自分たちの形を作りながら、そしてこのクロス、興梠飛び出してゴールに結びつけた鹿島アントラーズ、まあ、ディフェンスラインの背後で2対1作ってますからね、はい、ここでボールが伸びる、もう気持ちですよね、ここで伸びてますから難しいんですけども、体ごと、はい、そうですね、もうギリギリもう狙ったというよりはもうなんとか触ったというシーンですね、このままいきますと鹿島優勝ということは変わりません。トゥーリオ上がっている、トゥーリオ流して、これだ、これエスコデロ、エスコデロまた流して、トゥーリオ来た、正面でした、いやダニーロとトゥーリオ2人の競り合い、トゥーリオがヘッドで持っていきましたが、ロスタイムに入って、ロスタイムは3分の表示、いや
このロスタイムにどんなドラマが待っているのか。このまま鹿島に行けるのか。さすがの鹿島の選手もちょっと慌てる感じがありますね。さあレッドチャンスだ。でも下げてきた。トゥーリアだ。トゥーリアヘッド落として、レッドチャンスだ。後ろからシュート、ディフェンスに当たって外。いやーもうこれは、そしてまたコーナーキック。川崎のサポーターの悲鳴が聞こえそうなシーンでもありますけど、ね、鹿島このままで引き分けになってしまえば優勝を逃します。レッズ同点に追いつけるか。エスクベラは軸足滑りましたね。レッズは最高のチャンスの時間帯。いや重い、またセットプレー。鹿島守れるか。すごい緊迫感ですよ。近いサイド、ヘッド、こぼれてクリアできるか。あるシュート、まだある、こぼれている、シュートはクリア、クリア、いや息が止まりそうです。ロスタイム1分台に入っています。押し込む裏は、これ倒れてるの誰でしょうかね。各選手がものすごい表情しての戦いです。いやすごい、ゴール前の気迫、迫力、熱気すごいです。これがリーグ最終盤、これが優勝争い、これを勝ち切ってこそ、はい、大きな価値のある優勝。鹿島3連覇を狙います。その重みというのを一人一人こう本当に感じていると思いますね。そして特別なエネルギーが選手の体に加えてきていると思います。それに対するように、しかしレッズの選手にもこの時間になって、はい、エネルギーが湧いてきている、まあ、その中でその小笠原の冷静さであるとか、この辺りは本当にすごいと思います。ちょっと鹿島のスペースを与えすぎているか。そうですね、中に入った、ヘッド、空流だ。高原コーナーキックになりました。レッツまたビッグチャンス。さあここでまた少し時間ができる鹿島の注意点は何でしょうか。いやもう一つ冷静になって、はい、しっかり自分たちの役割を全うするというところです。そんな中で、はい、この底畑のこのギリギリの、あ、当たってないですね、田代ですよね、今触ったのは。そういう意味ではやはりこの田代、最後のパワープレイに備えて田代であるとか、そのダニーロが入ってきた、ね、はい、そして青木の高さ、はい、この辺りのオリベラ監督の采配、これも見事じゃないですか。さあロスタイムはついに目安の3分台に入りました。ただキーパーの曽我田が倒れてますんで、ただこれ曽我田が立てないともう交代のカード使えない。そうなんですよね、誰かがキーパーやることになります、はい、まあ、大丈夫そうですね。キーパーの治療が終わらなければいけませんが、曽我田戻って、まあ、曽我田は先ほど頭当たってませんでしたから、はい、しかしこれ守る側からするとちょっと嫌な間かもしれません。これラストプレーです。蹴っていってどうだ、キーパー弾いて、すごい、レッツボールならない、レッツボールならない、まだトゥーリオ粘る、トゥーリオ粘る、エスクデロは下げるのか、ちょっと時間かかった、平川左に振って冷静に上げて、ポンテ中央、競り合い、競り合い、ポンテ取る、ポンテ取る、おっと、まだレッツにボールが出る、エスクデロからトゥーリオー、岩政です。しっかりと守った鹿島、もう時間はほとんどありません。いやもう鹿島のベンチ全員出てますよ、前にタッチラインに、はい、大きく蹴り出す、レフリーにアピール、チーム全体で鹿島逃げ切れるか。そして時間を使う、マルキーネス倒れる、鹿島のフリーキック、いや、あ、終わりました。ここで試合終了、鹿島アントラーズ J リーグ史上初の3連覇達成。最後は難しいゲームになりました。レッツの猛攻を振り切っての7回目のタイトル獲得。いや素晴らしい、もう感動的なシーンですね。浦和が素晴らしい出足でプライドを見せたことによって、この優勝の価値がさらに高まったと思います。何度も最後はピンチにさらされながら守りきった鹿島アントラーズ。
今日も結局無失点でこの3回目の優勝を決めました。